かまいたちの夜トリプル三日月島事件の真相続きをやっていきます。では前回ちょっとエッチな番外編をクリアしたところでですね、もう加山さんは生きてるだね、もう大丈夫なんだね。じゃあエンディング回収を続々としていくこうかなと思うんですけども、一番最初の寛円洞を回収した時に迎え入れた時に、とりあえず今回は全員死なずに済んだってことだよね。で、あの時は加山さん視点で行って、ほら悪霊とかをさ倒して寛円洞に行けたんだけど、一方その頃みたいなのは見れないのかな。だってみんなだいぶその頃どうしてたかみたいなの謎だよね。ちょっとトールでやってみようかな。どうなるんだろう。これ一番最初からになっちゃう感じ？あ、一番最初からだ。するってちょっと待てよ。あ、最初だね。これ三日月島に着いたところだもんね。ということは、はあはあはあ、タイムチャートで、あ、でも選べるっちゃ選べる。ということは、じゃあ、待って、エンディングリスト。わー、すごい歯抜けすぎる。あ、ナンバーがついてる。ほな、来年。財宝に目がくらんで。うわー、全然だな、全然だな。まだ半分以上残ってんだ。そうですか。ということは、だね。これ下の方は、下の方結構回収できてるのはなんだこれ。あ、番外編のやつもまだ逃してるのがあるんだ。ということはさ、これさ、最初に、どうしようどうしようどうしよう。ということはだ、これはちょっといろいろな力を借りてみようかな。いろいろな力を借りて、どうすんならエンディング2から回収してきたよね。じゃあちょっといろいろな力を借りてみるか。ちょっといろいろなね、いろいろな力を借りてみよう。じゃあちょっと、待ってよ、これ順番にいけるもん、順番にいけるもんなんだったら、ちょっと待ってよ。タイムチャートで、加山さんのこのエンディング2を回収したいな。2は、加山さんの、ん？どういうことだ？待ってくださいね。エンディングリスト37、38、ここが38、エンディングリスト38のフラグが立っていないとこの2は回収できないと何やら書いてありますが、ちょっと待ってちょっと待って、38年男タイムチャート年男でちょっと探り探りやってみますね。このエンディング回収相当大変だぞ、これ。このエンディング回収は。年男の18時45分。懐かしい顔ぶれ。これ会った時か。ちょっとここからやってみますね。これみんなが集合してるとこだね。もう1階へ降りて応接室を覗くと、そこにはけいこちゃんが一人でポツンと座っているだけだった。いや久しぶり。かなこちゃんは2階にいるみたいですけど、目を合わさず答える。ふーん、いつもいつも一緒というわけでもないらしい。お互い一人ぼっちで寂しいですね。恵子ちゃんが突然そんなことを言った。言われて初めて自分の中にあった感情に気づく。何？あ、そんなのあった。うん。そうだ、寂しいよ。こんな描写あったっけ？あったか。結構前だもんね、これやったの。言葉にして噛みしめる。だって緑がいないからそりゃ寂しいよ。緑というたった一人の人間がそばにいないだけで、自分はこんなにも孤独だ。あ、絶対こんなのなかった。こんなのなかったよ、多分。寂しいよ。人を愛することがこんなに苦しいとは思ってみなかったな。あ、あったかもしれない。
ごめんなさい、やっぱりあったかもしれません。なんかこのセリフ言った覚えがあるようなないような。春子さんが気を利かせてお茶を持ってきてくれた。もうすぐ夕食ができますから、それまでくつろいでくださいね。あ、どうもすみません。もうすっかりお腹ペコペコで。あ、恵子ちゃんはおどけた風にペロッと舌を出した。俺はそんな恵子ちゃんを見て、おう、あ、言っちゃうこれこれ前は B でしょ、これ言っちゃうのか、言っちゃうか、これ言っちゃう言っちゃう、相変わらずの食い気だな、ボソッとつぶやいて。でもね、あれだよ、なんかむしゃむしゃ食べて甘いもの好きとか言う女子の方が可愛いよ、正直そう思うんだ。最近今なんか言いました？恵子ちゃんが耳ざとく聞き止めて俺を睨んだ絶対聞こえてたよね、恵子、恵子ちゃん聞こえてたよね、ごめんね、なんか正直に言っちゃった。いや別に、はい気になるやつ、はい別に、いや別に、気になるやつね、一番。本当ですか？ああ聞こえてたよな、絶対。春子さんが話題を変えてその場の空気を取り直す。そうそう、三木本さんはご自分の船でいらしたんですって。すごいですね、ご一緒したかな子さんが羨ましいわ。そういえばあの男はクルーザーを持っているんだった。どうせそれを餌にいろんな女をつまみ食いしているんだろう。かな子ちゃんもその一人になったのだろうか。だとしても同情する気にはならないが、三木本に対する反感は強まった。5分ほどしてその三木本が一人で応接室にやってきた。やあ久しぶり。俺は黙ったまま軽く頭を下げた。恵子ちゃんは一瞬パッと顔を輝かせたが、すぐに不安げな表情になって尋ねる。あ、あのかな子は？うん、なんだか少し気分が悪いようで、うねりが強かったからかな。大丈夫、ちょっと休めば元気になると思うよ。俺は余裕しゃくしゃくの三木本に、え、なんか余裕しゃくしゃくなんていうさ、この振り仮名付きの漢字を読んだ覚えがないから、ここ違うんじゃない？なになに、あ、やっぱ違う、だってこれ出て選んだ跡がないもん。お前の操縦が下手だからじゃないのか？と言いかけたが黙っておくことにしたなんで A と B がつながってんのこれなんで A と B つながってんの。じゃあもうここは行っていくか。もう黙ってないよこっちは。もうお前の操縦が下手だからじゃないのか、ボソッとつぶやいた。これ絶対でも聞こえてるでしょ、また聞き返されるけど絶対聞こえてるパターンだよこれ。今なんか言ったか聞こえてたでしょねえ今絶対聞こえてたでしょ。三木本が耳ざとく聞き止めて俺を睨んだ。同じさっきは、三木本か恵子か、このあの名前の部分が違うだけで全部文章一緒。いや別にもう全部一緒、再放送みたいな感じになってる。本当か、ああ絶対聞こえてたのに、みんな大人の対応してきた。カラッペとケーキどっちが好きだよ、出た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 、これかな子とケイコのやつ、出た出た、また聞いてきたわ。ケイコちゃんは唐突に妙な質問を三木本に投げかけた。あ、そうだそうだ、なんかねコメントでもらったんだけど、カラッペとケーキの件のことについて気づいたのすごいって言われたんだよ。そんな感じには言ってくれてないか。でもこれ気づいたのすごいね、すごいじゃんみたいな、そんな感じは来てないけども、コメントにさんつけちゃったよ、あの見てくれてる方がね。だけどねこれよく気づいたねって、だから嬉しい、それ気づいたよ。だってかなっぺとケーキって唐突すぎるじゃん、だって急に。それでよく考えたらかな子とケイコじゃん、このこれに気づいたことを嬉しがるこの感じね。こういうのさ嬉しがらなきゃかっこいいのにね、マサル子すぐこういうの嬉しがっちゃうから、皆さんが言ってくれたことに対してすぐ嬉しがっちゃったり悲しんだりするからはい、じゃあやります。そうだな、前菜とデザートじゃ比べようがないけど、どっちも嫌いじゃないよ。恵子ちゃんは？私ですか？そうですね、私はやっぱりメインのステーキとか血の滴るようなレアなんか特に大好物ですよ。ああ、恵子ちゃんらしい答えだな。二択じゃねえんかいってやつね、これ。二択で聞いてきたのに二択その別のやつ言ってくるんかいのやつ。
何が面白いのか俺にはさっぱりわからない、うん、そんなどうでもいい話題に笑えるなんて羨ましい限りだった。どういう意味ですかそれ。ちょっと聞きました、としおさん、みきもとさんったら。勝手に二人で盛り上がっていればいいだろう。冷たいよ、としお。せっかくここまで来たんだからさ、まだ序盤じゃん。ちょっとはさ、大人の対応しようよ。いくら緑がいなくて寂しいからってさ、それはちょっとさ、雰囲気をちょっとさ、空気読まなすぎだよ。俺はけいこちゃんの言葉を聞かなかったふりをしてじっと押し黙っていた。反応のない俺に構わず、三木本が口を開く。そうだ、夕食終わったらみんなでナイトクルーズなんてどうだい？デッキに寝そべって見上げる星空はなかなかのものだよ。本当ですか？すごーい。こんな場所でナイトクルーズなんて思いつけるところが理解できない。全然理解できない。理解しようとしてない、もう。三木本のこともう嫌いすぎてさ、としおがさ、もう全然、でもお前あれだぞ、ちょっとエッチな番外編でお前だいぶ助けられてっからな、三木本ちゃんに。としお、お前何にもしてねえかんな。一体どういうつもりでこの島まで来たんだろうか。どこに行くんだ。三木本に聞かれて初めて自分が立ち上がっていることに気づいた。あ、いや、あ、そうそう、トイレだよ、トイレ。ほうほう。俺は逃げるように部屋を出て、記憶を頼りにトイレにたどり着いた。その気もなかったのに、一応便器の前に立つとやけに臭い小便が長々と出た。いいんだよ、臭い小便とか。その臭い小便が出るってことは、なんかストレスを抱えてるみたいな、そういうなんか裏テーマある？これ、そういう裏テーマ？これ。念入りに水を、あ、手を洗い、ついでに冷たい水を顔にパシャパシャとかける。少しさっぱりとした気分で応接室に戻った。で、まだ二人はいるんだよね。いた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 。ドタドタと廊下を走る音が聞こえ、また一つ懐かしいけれど会いたくない顔が入ってきた。これ進めてっていい感じなんかな。よう、トールくんか、ようやく揃ったな。またあれじゃない、年をなんか余計なこと言おうとすんじゃない。ん、君一人か、違うかな、ちょっと待ってね。またなんかでも言いそうじゃない。いいよね、進めてって大丈夫よね。彼女はどうした。三木本の言う彼女というのはマリちゃんのことだろうが、彼女とトールくんはまだまだそこまでの関係ではないのではないかと俺は思っていた。ちょっと春子さんの手伝いを。どうもご無沙汰しています。トールくんが頭を下げたので俺も仕方なく黙って、うなずき返す。かなこちゃんは？トールくんはいぶかしげな顔で部屋を見渡す。ちょっと気分が悪いらしくってね、部屋で休んでるよ。三木本が答えた。そうですか。少し残念がっているようにも見えるトールくんを見て俺は。あ、出た出た。あ、これないよ。選んでない。出た出た。かなこちゃんにも気があるのか。と言いかけたが黙っておくことにした。なんでだから繋がってんだよ。じゃあこれもう黙らないよ、もう言っちゃうよ、こんな。はい、言っちゃえ言っちゃえ。かなこちゃんにも気があるのか、ボソッとつぶやいた。これもボソッとつぶやいてるから本当は聞こえてる。この式ちょっと待って、この距離だったら絶対聞こえてるって。さすがに通る、この距離はさすがに聞こえてるっしょ、さすがに。今なんか言いました。いやいやいや、絶対聞こえてるって、通る、さすがに。それは通るくんが耳ざとく聞き止めて俺を睨んだ。はいはい、再放送。いや別に。本当ですか。ああ、はい、再放送。悪いが俺はもう帰るよ。え、突然三木本が説教だった。帰るってどこに帰るの、お前またすぐ帰んなよ。は、荒々しくドアを開けて廊下へと出てくる。なんでこのタイミングで急に怒ったん、ね、さっきの言われたことやっぱり聞こえてて、今さら腹が立ったの、時間差で。なんかお前の運転が荒いんじゃないかっていうことをずっと聞こえてたけど、聞こえないふりしてたけど、やっぱりもう我慢ならなくてよ、ちょっと激怒っつって急に席立ったん。これ私もほらやっぱり急に、え、なんでいなくなったよ。恵子ちゃんも荒立たしげに俺を睨んで三木本の後に続いた。おいおい、まだ着いたばかりじゃないか。帰るって本当にこの島から帰るってこと、それとも部屋に帰ったってこと、どっちだ。なあトールくん、これトールも帰るぞこれ。この感じだとあれだぞ、多分トールも帰るなこれ。
俺が苦笑しながらトール君に振り向くと、僕もなんだかここにいたい気分じゃないです。トシオさんがいるここには、何何なんでそんなこと言うの。やっぱり3人ともちょっと待って3人ともさ、やっぱり聞こえてたんじゃん。そうでしょ。で、気分悪くてもなんで3人急にこのタイミングで3人とも気分悪くしたの。言った時にさ、気分悪くするならさ、まだいいけどさ、しかもさ、聞こえてたんだったら聞こえてたって言えよ。何それ。そう言って俺に目もくれずに応接室を出て行った。ほんでどうすんの、どうしよう。誰もいなくなって夏じゃん。置き時計が7時を告げる。その隣から顔が覗いた。ああ、はいはいはい、加山さん。あれ、トシオくん一人か。トールくんは。さあ知りませんよ。俺がかなこちゃんにも気があるのかと言ったら怒って帰ったのかな。マリちゃんも一緒じゃないんですかね。ケイコちゃんは。さあ知りませんよ。俺が相変わらずの食い気だなと言ったから怒って帰ったのかな。いや、そうだろ、そうです怒るだろう、それ言ったら。本当のこと言われてショックだったんですかね。右元くんとかなこちゃんはすごい、ごめんなさい今すごいイントネーションになっちゃった違う、加山さんだからちょっと関西弁の感じを出さなきゃいけないなと思ったら、右元くんとかなこちゃんはっていう、なんか東北弁になっちゃった。ごめんなさい、ちょっとちょっとごめんなさい、今のはちょっと聞かなかったことにしてください。さあ知りませんよ。俺がお前の操縦が下手だからじゃないのかと言ったから怒って帰ったのかな。加山さんもあんな男とは縁を切った方がいいですよ。これでは供養ができへんやないか。どないしてくれるんや。さあ知りませんよ。だいたい供養なんてただの気休めでしょ。ああ言っちゃった言っちゃった、そのなんなの、どうしたの年を。正直みんなそんなものに付き合わされたくないんですよ。ああなんだなんだ、すごいな、すごいこと言っちゃった。なんやって。あ、これはもう殴り合い、これはもう殴り合いですよ多分。やりたければ一人で思う存分やればいいじゃないですか。なんちゅうこと言うんじゃ。君がそんな失礼なやつとは知らなんだ。もうとっとと帰ってくれ。加山さんは吐き捨てるようにそう言って出て行った。誰もいなくなって夏じゃん。どうすんの。言われなくてももう帰るつもりでしたよ。まったくみんな何怒ってるんだか、お前のせいだよお前がいろいろそういう何傷つけるようなちょっと苛立たせるようなことを全部言ってきたからだよ。俺は自分の部屋に戻ろうと応接室を出た。少し腹が減ったな、減ったかな。そういや春子さんが料理してるんだっけ。俺は2階に上がらず厨房へ向かうことにした。ああこれ絶対春子にもなんか言うんだろう、なんかちょっと嫌なこと。春子さん結構若作る、ほらもう出てるもん、もうちょっと出ちゃってるもん、ちょっとディスりが出ちゃってるもんだって。結構若作りしてるけど本当はいくつなんだろうな。若作りって言っちゃダメでしょ。厨房に行ったら早速聞いてみよう。うわー、聞かない方がいいな、これ全員を傷つけて怒らせて帰るぞ。なに今の音、なぜだ、なぜこんなところにバナナが。は、俺の意識は穏やかに遠のいていった。え、終わった、なにこれ、どういうこと、なぜバナナが何、怒らせちゃったから誰かがここにバナナ仕掛けてたの。それで死ぬもん。バナナで死んじゃったんだけどバナナで死ぬっていうのあんの。誰も悪くない、で悪いこの中で今悪い人が、ちょっと待って、悪い人間がいるんだとしたら、いいかここで悪い人間がいるんだとしたら一番悪いのは年男だよね。もう俺はもう仕方ないよ。7時の時報、これね、こんなんなかったもんね。でこれをエンディングを迎えたらこの2のエンディングが回収できる感じになると思うんだ。2じゃないか、2かっていうことは、加山さんで何時に行けばいいんだ。加山さん、あれ加山さん選べない、あ選べるか。加山さんで加山さんでどこだ、どこかでやればいいんだこれ。あやべ、こっから行けない、あれこっから行けないぞ。どうすんだこれ、
りあえずこっからやってみる。じゃあこっからやるか。こっからなんか、ああここの部分か。え、これここからなんか変わってんのかな。祈祷を終えて時間を確認すると、そろそろ夕食の時間やった。で、わしは応接室に行き、集まった面々を見回した。あれ、としおくん、あ、そうか、ここで一人か。そうかそうか、誰も今の続きだこれ。はいはい、いないんだよ、みんな帰ったらしいわ。さあ、知りませんよ。俺がかのこちゃんにも気があるのかと言ったから怒って帰ったのかな。まりちゃんも一緒じゃないですかね。けいこちゃんは、さあ、知りませんよ。俺が相変わらずの子いけだなと言ったから怒って帰ったのかな。本当のことを言われてショックだったんですかね。三木本くんとかのこちゃんは、さあ、知りませんよ。俺が操縦、お前の操縦が下手だからじゃないのかと言ったから怒って帰ったのかな。加山さんもあんな男とは縁を切った方がいいですよ。これでは供養ができへんやないか。どないしてくれるんや。これさっきのと一緒だな。んで、ここでまた喧嘩っぽくなって、でか、お前なんかいらんっつって言われるんだな。もうええ、とっとと帰ってくれと言われて、で、厨房に、あ、電話してる。おおお、わしは自分の部屋に戻るとすぐさま例の祈祷師に電話をかけた。うん、あ、もう供養ができなくなったよってことを電話をかけたのか。もしもし、ルアビーコ竹馬班、違うでしょ。あれ、名前違ったやん、なんだっけ。あ、そうだケマルガヒコタだよ。なんでいつも間違えんだよ。なんだルアビーコ竹馬班って、その間違い絶対おかしいでしょ。その間違いは絶対おかしい。もう別にそういう人がいるんだったら別だけど、ケマルアヒコタをルアビーコ竹馬とは間違えん。それはないよ、加山さん。それちょっとやりすぎで、その間違いは。もうふざけてるよ。もう祈祷師も怒るぞ。多分いい加減。毎回間違ってるやないか、お前。名前をって言われるぞ。早速本題に入るねんけど、ちょっと尋ねたいことがあんねん。ほうほう。要は悪いやつを懲らしめる呪文を教えてほしいねん。あ、なに、この悪いやつってさ、もしかして年男のこと。今この段階で悪いやつって年男のことだよね。だって加山さんディスられたもんね、今ね。ほんましょうもない男がおってな、こいつのせいで供養が台無しになってしもたんや。悪いやつを懲らしめるか、教えていらんでもないが、素人が唱えると自分にも災いが降りかかることもあるぞ。それでも良いか。かまへん、わしはめちゃくちゃ腹が立ってんのや。頼む、ガツンと聞くやつを教えてくれ。でも自分にも災いが起こるの、それ大丈夫かな。なるほど、ガツンとな。例えばバナナの皮で滑って頭をしたたか打つというのはどうだ。ガツンと頭を。なんやそれ。まあそれでええわ。はい、教えて。これで教えてもらったからさ、年をバナナの皮で滑って頭打ったの。マジそれ。わしは祈祷師から呪文を聞くと一心不乱に唱えた。オンオリキリティテイメイリテイテイメイワイヤシヤシレイソワカ。思い知れ、年をくん。思い知れって言ってるのにちゃんとくん付けするの偉いね。思い知れ、としおくん。なんかそういうアニメありそうじゃない。思い知れ、としおくん第1話みたいな。ありそう。バナナの呪いがお前をガツンと言わしたるぞ。あ、これで本当にバナナ終わった。え、バナナの呪い。としおかわいそうなんだけど、それはそれで。まあちょっととしお悪いか。年は悪いことしたから、やっぱ悪いことをすると良くないねっていうことだね。悪いことして良くない。これで回収しました。これ39になるのか。おー、いいねいいね。みんなを呼びに行く。あー、呼びに行ったら、そこ、こうなってくると、ここの時にけいこちゃんとこれトールもそれぞれ、あ、年を通る、うたたねの後、これさ、けいこちゃんもう帰るわけじゃん、これ。ちょっと待って、通るからか帰るか、これ帰るわけだよね。じゃあちょっとこっからやってみる。また違うエンディングいけるんじゃないこれ。あれ違う、
すぐに加山さんの祈祷の声だと気がついたが、僕にはこれがここで亡くなった人々の恨みの声のようにも聞こえた。正岡さん、これ違うか。普通に進んじゃうけ。応接室に向かう。応接室は確か1階の西側だったなと思いながら、ついでに食堂や厨房の場所も思い出す。食堂は西の突き当たり、厨房は東側にある管理人室からさらに奥へ進んだところだ。こんなんなあったっけ。あ、いるねいるねいるね。応接室に入るとまずソファーに腰掛けた三木松さんと目があった。よう、トオル君か、ようやく揃ったかな。ん、君一人か。彼女はどうした。彼女と呼ばれると悪い気はしない。そんな風に周りが思ってくれれば、いずれはそれが既成事実となるんじゃないだろうか。ちょっと春子さんの手伝いを。で、ここでさ、年寄りディスられるじゃん。それも関わってくるかな。どうもご無沙汰してます。年寄さんと恵子ちゃんは黙ってうなずく。これで全部。誰か足りないような気がした。加山さんが祈祷していて、春子さんとマリは厨房にいる。みどりさんはもちろん来られない。とすると、かなこちゃんは。ちょっと気分が悪いらしくてね、部屋で休んでるよ。恵子ちゃんに聞いたつもりだったのだが、彼女ではなくなぜか三木本さんが答えた。そうですか。かなこちゃんにも気があるのか。あ、言った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 。トシオが言ったぞ。おい、言われたぞ。トール。トシオさんが僕を横目に見ながらボソッとつぶやいた。今何か言いました。聞こえてたよね。いや、別に。本当ですか。ああ、嘘だ。やっぱ聞こえてんじゃん。ねえ、やっぱ聞こえてんじゃん、トール。僕は急に腹が立ってきた。なんでこの人はこんな失礼なことを平気で言うんだろう。悪いが俺はもう帰るよ。ああ、突然三木本さんが席を立った。荒々しくドアを開けて廊下へ出ていく。私も。恵子ちゃんも腹立たしげに年男さんを睨んで三木本さんの後に続いた。なんで急に怒りがこみ上げる、そのなんかバロメーターなんぞ振り切っちゃった、もう怒りが振り切っちゃって激怒になるタイミングが急にここなの。言ったら、おいおい、まだ着いたばかりじゃないか。なあ、トールくん。ヘラヘラ笑いながら敏夫さんが話しかけてくる。僕もなんだかここにいたい気分じゃないです。敏夫さんがいるここには。あい、出てって。僕は応接室を出て厨房に行き、マリに声をかける。マリ、帰ろう。やっぱ帰るんだ。本当に帰るの。え、どうして。もうすぐ夕食よ。いいからもう帰るんだ。僕はマリ一筋だよ。あ、お腹が空いてるのね。そこの冷蔵庫にバナナが入ってるわよ。いや、いらん。バナナまた死んじゃうよ、バナナ食ったら。僕は冷蔵庫からバナナを取り出し一気に食べた。腹が減ってたわけじゃないんだよ。え、お前が、もしかしてお前が床に叩きつけた皮で年を。そういうこと。違う、僕はバナナを食べに来たんじゃない。僕はマリの手を掴んで2階へ連れて上がった。階段に向かう途中で降りてくる三木本さんとかなこちゃんに出くわした。君たちも帰るのか。ええ、なんだかすごく気分が悪くて。俺もだよ。かなこもこの通りさ。かなこちゃんは透き通るような真っ青な顔をしていた。今にも気を失ってしまいそうだ。そう思った矢先、かなこちゃんの体がゆらりと傾き、僕めがけて倒れ込んできた。かなこちゃん。僕はそのか細い体を抱きかかえた。かなこちゃんの顔が僕の目の前に迫り、ふわりと香水の匂いが漂う。そして胸の膨らみが僕の体に押し付けられている。これちょっともう番外編終わったんだけど、ちょっとエッチな番外編はもう終わりましたけど。かなこちゃん、クラクラとめまい。やばい。お、音響さんがまたあのこの今だ今だとばかりにこの音楽流してきた。あ、そっか、かなこちゃんにも気があるのかって言われたつながりがここにつながってきてんのか。あの年男から言われた言葉がねえ、マリ一筋だよって言った言葉にちょっと嘘が生じてきてしまうのか。これドキドキと胸が早がね、そう打った。いつまでそうしてるのよ。早くその手を離せ。
マリとミキモツさんの声が聞こえた。もうちょっと、ああもうちょっとだけ。いやいやいや、ダメでしょ、ダメ、離れなさい。ミキモちゃんに助え、な、終わるの、なんでマリ一筋。いや、なんかもうあれだよね、男のこう心情からしたらもうそれとこれとは別のお話って感じだよね。だからそれはマリはマリ一筋ではあるけども、それとこれとはまた別のお話ってやつですよね。ね、皆さん、これとそれとはまた別のお話ですよ。ということはこれかなこもあるね。あ、かなこじゃない、けいこ、けいこのこれだ。けいこはもう帰るから、ここで、はい、としおさん妙にすっきりした顔で戻ってきた。ほどなくして2階から誰かが降りてくる足音が聞こえてくる。かなこだろうか。あ、これもうさ、なんだっけ、食い系の方がどうのこうの言われたとかで、トール登場。ん？君とりか、彼女はどうした？で、あ、トールさんにはまた同じことを聞かれて、私はげっそりした気分になる。ちょっと気分が悪いらしくってね、部屋で休んでるよ。みきもさんが答えてくれた。そうですか。多少心配している感じの言い方だったから、今度は腹が立たなかった。かなこちゃんにも気があるのか？切れました。なんでみんなかなこなばっかりなのよ。なんでみんなかなこかなこって。何よ。私のことなんか全然思ってないのに、もうかなこなかなこって。あ、もう激おこです。もう、稽古激おこですよ。とちおさんがトールさんを横目に見ながらボソッと詰めて、ちょっと待って。この距離聞こえてんでしょ？このかなこ、あ、じゃあ、稽古とさ、としおの距離で、この距離感でさ、かなこちゃんにも気があるのかのとしおのさ、言ったのが聞こえてるってことはさ、もうトール確実に聞こえてるじゃん。もうこの部屋の全員に聞こえてんじゃん、絶対。もうトールの、あ、としおのその、なんていうの、悪口は。私はミキモさんだけでなく、トールさんにまでそんなことを。あ、そういうことじゃないのか。あ、なんかそういう人を苛立たせるようなことをみんなにこの人言ってるわのブチギレね。おこね、今のは。何か言いました？トールさんがとしおさんを睨んだ。睨んだ時点で聞こえてるもんね、だって。いや、別に。本当ですか？ああ、悪いが俺はもう帰るよ。突然ミキモさんが席を立った。荒々しくドアを開けて廊下へ出ていく。私もとしおさんに一別くれてやり、私は、ミキモさんの後を追った。本当失礼しちゃいますよね。階段を上がりながら私はミキモさんに話しかけた。まったくだよ、あいつもっとさっぱりした性格の好青年だと思ったけどな。まあ、みどりちゃんがあんなことになって気持ちがすさんでるんだとは思うが。ミキモトさんは腹を立てながらも、土生さんを思いやるようなことを言った。やばい、ミキモトちゃん、ミキモトちゃんね、ミキモトちゃんはもう本当にできた人間だったな、本当に。で、ケイコちゃんはどうするの？どうする？俺は自分の船で帰るつもりだけど。あ、そういえばどうしよう。よかったら俺の船に乗っていくかい？送迎船を呼んでもいいが、できれば1秒でも早く帰りたいんじゃないか。願ってもない提案だった。ああ、そう、一緒に乗る。クルーザーに乗せてもらえれば告白するチャンスはきっと巡ってくるだろう。でもその船にさ、かなこも乗ってるんだよ。本当ですか？よろしくお願いします。じゃあ荷物をまとめたら玄関まで来てくれ。そこで落ち合おう。もう3人で帰る。でもこれかなこいるよね、だってね。私とミキモさん、それにかなこはクルーザーで島を後にした。告白する絶好のチャンスがついに訪れた。よし、頑張れ稽古。ちょっと思いを伝えて、多分ダメかもしれないけど、伝えるってことは大事。そこにそれをすることによって次に進めるからと思ったけれど、実際はそううまくはいかなかった。ミキモトさんの操縦は本当に下手だった。やっぱりかなこがさ、体調悪くなった原因ってミキモトちゃんの運転だったんだってことだよね。ずっと具合悪かったじゃん。だいぶ引きずったな。一日中ずっと具合悪かったじゃん。私は船酔いしてしまい、ずっと船室に寝込んだまま、みじろぎ一つできなかった。早く港に着いてほしい。
私の願いはただそれだけだった。結局告れなかったの？もうミキモちゃんちょっとさ、免許取ったはいいけどさ、操縦ちょっとさ、早く港に操縦をさ、もうちょっとさ、なんとかしてよ。はい。いや、なんかいい具合にエンディングがポンポンポンと回収できた気がしますね、今回。なんかいいね、今んとこ嫌なエンディングはないね。っていうか、まあ、としおがさ、なんかすごい嫌な感じ、嫌なこと言ってさ、それでさ、自分のでさ、バナナの呪いでさ死んじゃった感じはちょっとあれかわいそうではあるけど、でもその原因作ったのはとしお自身だもんね。じゃということで、じゃあ今回は4つぐらい今なんかあのエンディングが回収できたっぽいね。ということで、じゃあ今日はここまでにして、じゃあ次回またエンディング回収をどんどんしていきたいと思います。うまくいかないこともあるかもしれないんですけど、ちょっと長い目で、細長くて細長い温かいぬるま湯い目で、見ていただけるとありがたいです。では、ご視聴ありがとうございました。次回お楽しみに。ゲームが上手になりたいな、もっとみんなに褒めてもらいたいから、コントローラー握る、でもいつもお母さんは似ていてばかりで、俺を